ペルミ州の旗。後に、ペルミ地方の旗となった。ペルミ州は1938年から1991年まで、ソビエト連邦の1991年から2005年まで、ロシア連邦の連邦構成主体だった。2005年にコミペルミ役自治管区と合併して、ペルミ地方となった。面積106万6000平方キロメートル。州都はペルミ。 1938年10月3日、スベルドロフスク州からの分離により設立。1940年3月8日から1957年3月8日まで、モロトフ州と呼ばれる。大統領令、第849号、ゼー、ファイに基づき2000年5月13日寄り添い、ボルガ連邦管区に所属。ロシア内でのペルミ州の一ペルミ州にはコミッペルミアク。 自治管区が含まれていた。1993年のロシア連邦憲法によりその管区はペルミ州の領域に含まれると同時に別個のロシア連邦の構成主体であると規定された。2003年12月7日の住民投票で両者の合併は賛成となった。2005年12月1日にペルミ州とコミペルミャク自治管区は消滅してペルミ地方が誕生した。 ありがとうございます。